MPF チャンネルです。今回は W800EJ800A のエアクリーナーボックスからオイルが垂れるいうことで、ちょっとねこれを直してみたいと思います。この車両では当方では初めて作業する箇所になりますので、ちょっと現状確認してみたいと思います。滲んでるオイルが通ってきたであろう箇所を確認します。今挿している部分がエンジンのブリーザーパイプにつながっています。クランクケースにつながっているホースですね。エアクリーナーケース内の通路を確認します。こちらは左右あるエアクリーナーボックスの右側部分になります。ケースの合わせ面からもオイルが滲んでます。エンジンクランクケースから来たものがこのエアクリーナーケース内の通路を通って、ここの出口から霧状に中に吹き出しているものと思われます。まあ、ビューッと吹き出しているんでしたらもっとね粗いオイルが溜まっているでしょうが、どうもね霧吹きで吹いたようなミスト状のオイルが付着しているようです。こちら先ほどのエアクリーナーケース右側の合わせ面の反対側になります。まあ、以前よりオイルが垂れるのが気になっていらっしゃったようで、他店様ですが、まあ一度ねこうオイルが垂れないようにと一応修理の方はされてたようです。この以前修理される前にもやっぱりねオイルが垂れるのが気になることで、メーカー契約店さんやメーカーさんの方に問い合わせたら、まあオイルをロアレベルぐらいまでにしてくださいということで、いろいろね対応対策いうかまあされてたみたいですが、どうしてもやっぱり垂れてしまうみたいです。こちら左右あるエアクリーナーケースの合わせ面で、やはりねよく見てみると下側、まあブリーザーパイプからの吹き出し口からのミストがスロットボディとのジョイントのパイプですね、黒い筒の部分ですが、そこへね結構吹き出してしまっています。これ右のエアクリーナーボックスですが、左のエアクリーナーボックスもベトベトになってしまっているので、よく見るとねこう付着したオイルがやはり垂れるとか飛散して、左右ねエアクリーナーボックスがつながってますので、このように、左のエアクリーナーボックスもね下がベトベトになってしまっています。その関係もあってかスロットルボディや、インテーク側も結構ね汚れたりしてましたので、ここの辺りも掃除しておきます。清掃後スロットルボディを取り付けて始動してみます。まあ、アイドリングではオイルの飛散は確認できませんが、走行しますとミッションでね、高速でオイルがエンジンオイルが攪拌されますので、それでねミスト状になるものと思います。次にエンジン側のブリーザーの通路を確認してみたいと思います。このブリーザーの通路、外部のね環境との関係や点灯時とかねいろいろ考えられてて、各メーカーエンジン分解するときに見てみると結構面白いです。でカバーが外れまして、間にガスケット、多少仕切りがこう作ってありますね。でセパレーター、これでミスト状になったオイルをかき落としているものと思います。今挿している部分がエンジンケース中とつながっている通路で、ここからねオイルとガスが混じったものが出ています。なるべくそういったオイルが外に出ないように、構造的にしていますが、どうしてもね出てきてしまうのでしょう。ここまで分解してきて、オイルの通路と、まあ大体ねどうしてオイルで汚れるかというのがまあ分かってきました。2点ほど改善しておいた方がいいかなという点がありまして、このねエンジンケースの部分で、まあオイルとガスの成分をもうちょっとねはっきり分けてやって、ガスだけ、まあできるだけガスの方をね、エアクリーナー側に戻してやるということと、あとはねエアクリーナー側の吹き出し口ですね、この形状をちょっと改善してあげたいと思います。それでは清掃組み付けに入っていきます。垂れたオイルやホコリと泥とかと混じってドロドロになってましたので、簡単に掃除して、あとね以前の修理でついていた液体パッキンもちょっと、きれいに剥がしてあげます。エアクリーナーケース側の通路も漏れがあればねまた滲んできますので、漏れがないか確認しておきます。エアクリーナーと仮組みしてみまして、こうねエアクリーナーケースの、ブローバイの出口をどこに持っていったらまあ影響が少ないかいうのをちょっと確認しているところです。オイルミスト、オイル汚れの原因になってたものですが、これはね極力エンジンケース側の方で減らして、このエアクリーナーケースの出口からは出てこないように、抑えたいのですが、もしね仮に出てきた場合に、
出口の方が悪いとエアクリーナーのエレメント等を汚して、吸気の妨げになったりしますので、まあ、ちょっとその辺もね考えたりしてます。そんな良くないものだったらクランクケースから直接ホースなりキャッチタンク通して、外の方に出してやればいいじゃないかいう話ですが、まあこれもね24ヶ月の車検の点検で、ブローバイガスの還元装置の点検含まれてますので、これがね機能してないと一応法令上アウトになりますので、この機能は、ちゃんと機能しておくようにしておきます。左右ケース合わせ面からも滲んでましたので、この辺も避けるようにしたいと思います。合わせ面のパッキンを新品に交換していきます。こういったパッキンは変形して隙間を塞ぐようになってますので、再使用とかできませんので、基本新品に交換となります。分解前に塗ってあった液体パッキンは今回はね使用せずに組み立てていきます。ゴム類は硬化したりしてますので、このスロットルボディとのジョイントも交換しておきます。よくね硬化して縮んで、隙間が空いてしまってエア吸ってる車両もあったりします。川崎車によく見られるキャブレーターとかスロットルボディとのジョイントをあのスプリングのバンドで、取り付けるタイプです。カチカチになったものをドライヤーで温めて取り付けるよりは後々トラブルの心配もしなくて済みます。これは左側のエアクリーナーボックスで、下側に見えるパイプが、ケース内に溜まったオイルを抜くドレンのパイプになって、通常はね先にホースがついて蓋がしてあります。エンジンとつながっている右側のエアクリーナーボックス、通路になっている穴にホースジョイントを取り付けまして、ガスがだいたいケースの中央に出るようにしました。仮にオイルが飛散しても極力影響のないように最短でドレンの方に誘導できるように組み付けしました。エンジンケース側の方もオイルのミストが抑えられるように部品を追加しまして組み付けていきます。効果あると思いますが、どれほどの効果かと言いますと、ちょっとね試乗して様子見してみないと分かりません。パッキン類を交換してあるものをあったところに戻すだけではね、また同じことの繰り返しになると思いますので、こうしてちょっとでも手を加えた方が、まあ、何もしないよりは良かったかと思います。一旦走行に必要なものだけ組み付けまして、ちょっと試乗の方をしてみたいと思います。結果元の方が良かったということになれば、元に戻せるような作業でしています。何度か試乗してみましたが、オイルの、ね、付着もないようですので、これでお客様に乗っていただいてしばらく様子を見てみたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。